WMC 日本スーパーフライ級タイトルマッチ3分3ラウンド延長あり肘ありで行われます佐藤グリコ対日畑達也のタイトルマッチです。さあ萌えさん、はい、いよいよまたタイトルマッチ続きますけれども、はい、佐藤グリコ選手はどういった選手なんですかね。この前一回試合見させてもらったんですけど、その時は負けてしまったので、はい、やっぱ勝ってる姿見たいなというのと、2人ともすごい体格似てるのでどうなるか楽しみですね、うん。一方、日畑達也選手はどういった選手でしょうか、朝日さん。今、萌えさんが言ったように、はい、2人の体格似てるんですけど、ファイトスタイルもすごく似てるんですよ。なんで、そこの同じファイトスタイルの中でも、どれだけテクニックに差があるかなので、はい、2人とも多分もう、僕よりも全然年上の方なんで、気持ちの強さとかはもう当たり前に強いと思うんで、はい、本当にあとは本当に実力の勝負になって、くると思うんで、そこで似てるファイトスタイルでどっちが差をつくかで試合が分かれてくると思います。なるほど。多分本当にお互いサースポーとオーソドックスなんですけど、はい、ロー打ってミドル打っての、本当にそういう選手なんで、はい、でパンチ散らしてまた蹴り打ってって感じで、もう本当にファイトスタイルが似ているので、そこでどう差をつけていくかっていうのがなかなか難しいんですよ。やっぱ同じファイトスタイルだと。ああ、なるほど。やっぱ違うファイトスタイルだと違うところで勝負していけばいいので、はい、差が開くときがあるんですけど、同じファイトスタイルってあんまり展開がこうシーソーゲームみたいになってしまうことが多いんですよ。なのでそこで一気にバーンって離せるか、どちらが離せるかポイントを、そこで本当に決まってくると思います。ありがとうございます。もう互いに今打ち合っているような感じがあります。黒のトランクスが佐藤グリコ、そして青のトランクスが日畑達也です。互いにローを打ち合っていきます。どちらが主導権を握っていくんでありましょうか。左ミドル、今日畑選手はローとか先に打っといて、はい、多分目線もあんま上に打たないで、あ、見ないで今ハイキック打ってたんで、ああいうやっぱ本当に一個一個のテクニックが日畑選手は高いので、もう40戦もやってる方なので、経験が豊富ですもんね、はい。ミドルを打っていくのがこの佐藤グリコであります。黒のトランクスです。ベルトの数も日畑さんの方が1本多いですもんね、今まで取ってきたベルトの数が。そうですね。なんでそこでもやっぱ経験値の差があるんで、はい、そこをグリコ選手がどう埋めていくのかなっていうのも、ポイントかもしれないです。まあ、緊張感のあるタイトルマッチになっております。おお、いいですね。いい右ストレートが入りました、佐藤グリコ。そして、そうですね、グリコ選手あそこで一発当たったからって、はい、前に詰めないです。ミドルでゆっくり見れるのは、とてもまだ冷静な状況だって、いい仕上がりかもしれないですね。落ち着いた試合運びを見せます。ね、おい、左のハイキックを放っていきます日畑、冷静に見切ってますね。さあ、そしてロート、そしてミドルを打っていきます。おお、そしてパンチを出ていく。うちの所属選手で、はい、グリコ選手とやった選手がいるんですけど、グリコ選手の攻撃は一発一発がすごい重いらしいです。おお、言ってました、硬かったって言ってました。拳がやっぱ硬いですね。さあ、今度はパンチの打ち合いになっていくぞ。残り時間30秒あるか。佐藤グリコと日畑達也のタイトルマッチであります。リズミカルにパンチを放っていきます。コーナーに押し込んでパンチを当てていきます。おい、右のミドル入りました。第1ラウンド残りわずかとなっています。組の体勢になります。首相撲の体勢、首相撲は多分日畑選手に僕が分があるって。第1ラウンド終了と言いますと、やっぱ経験の差ですか、これは年齢とか。はい、日畑選手の方が、はい、多分結構明太の試合の経験が多いんですよ、はい。でグリコ選手は本当ライズとボムとかこういう明太系とキックボクシング系を多分両立して出られてる。ああ、なるほどなるほど。なんで明太の試合の経験は多分、日畑選手の方があるので、はい、そこでもやっぱ試合のこの43戦、はい、とそのやっぱムエタイの試合の経験が多いんで、そこで一気に経験値の差を見せつけられたらグリコ選手は困ってしまうと思うんで、はい、いろいろな引き出しを見せてあげた方が日畑選手は試合を組み立てやすいかもしれないです。モエさん、この第1ラウンドはどう映りましたか。すごい日畑選手 の手数が多くて、はい、それに負けないぐらいグリコ選手もガツガツ出たので、すごい次のラウンドが楽しみです、うん。これはワクワクするタイトルマッチとなりそうです。黒のトランクスが佐藤グリコ、青のトランクスが日畑達也です。ラウンド2、はい、
オーソドックスの佐藤、そしてサウスポーの日畑の戦いとなります。グリコ選手は今、はい、右側に回っちゃってるので、それは少しサウスポーだと左が来るんで、こっちに右に回るとこのままミドルを受けに行く形になるんです。はいはい、なんでオーソドックス と、はい、サウスポーの対決はさっき言ったようにセオリーがあって、はい、この、左側に回らないといけないんで、うんうん、両者日畑選手は右ですね。佐藤としてはじゃあ左側の方に回っていって、なんで今逆になっちゃってるんで、はい、少し日畑選手の方がやりやすいかもしれない。あ、動き方もやっぱり重要となってくるわけですね。でもそれは結構有名なセオリーなんで、はい、逆にグリコ選手はそれが作戦なのかもしれないですけど、うん、日畑選手はミドルが蹴りやすくなると思うんで、はい、そこも狙い目だと思います。おお、さあサウスポーの日畑も虎視眈々と狙っているところでありましょうか。ミドルを軽く打っていきます佐藤グリコ。さあこの絶妙な距離感、ハラハラドキドキしますね萌さん。はい、ハラハラしますね。いつ何が出るか。さあ圧をかけていく。さあそしてコーナーポストに追いつけて肘、日畑の肘が当たります。やっぱああいうところで冷静に一発肘出せるっていうのはやっぱベテランならではですよね。うん、ベテランの技術ありますね。日畑達也は1984年生まれ、37歳のファイターであります。やっぱさっきシモンの試合見た時もパンチで終わっちゃってたんで、やっぱ日畑選手経験があるんで、はい、そこまで冷静に肘につなげるんで、うん、つなげられるんで、そこがベテランの怖さでもありますね。そして首相撲の対戦になってきます。ダンレフェリー上がります。佐藤グリコは1990年生まれ、現在31歳のファイター。グリコさんちょっとやりづらいかもしれないですね。手数減ってきました。ちょっとそうですね、確かに減ってるような印象。日畑が追い詰めていく。さあ形勢が変わった。おっとひっくり返して一回剥がします。ムエタイは首相撲で相手のことをこかすときに、はい、こかした方もこけるよりもこかす側は立ってた方がポイント高いんですよ。なるほど。そっちの方が綺麗に見えるじゃないですか、はい、おー今右のサイド入りました。そしてミドル、ミドルを打っていく佐藤。なんでおーいいいですね。さあ日畑もパンチを放っていきます。再びプレッシャーをかけてロープを背にさせます。やはりファイトスタイルが似てるんで噛み合いますよね。噛み合ってますね、はい、激しい打ち合いになる第2ラウンド。佐藤か日畑か。あそこでスウェーできるのはやっぱ日畑選手ならではだと思います、ね、日畑選手落ち着いてますね。そうですね、もう急所に当てさせないで、ちゃんと首相撲の時も足上げたりして膝も防いでいるので、はい、結構まだ冷静に戦えてるんだなと思いますね。第2ラウンドも残りわずかとなってまいりました。おー右のジャブが入りました。グリコ選手はパンチがちょっと狙いすぎなのかもしれないんで、うん、もうちょっと振ってほしい、散らしてほしい。散らして、はい、再び強烈な肘。日畑選手はこの攻め方がとても合ってると思います。第2ラウンド終了。このラウンド結構日畑の距離になってきてますかね。日畑選手が掴み始めたかなって感じで、次のラウンドもこれが続くか続かないかで変わってきますよね、はい、打撃がねこうコツコツと当たってきたわけですけど、萌さんこの第2ラウンドはどうご覧になりましたか。はい、日畑選手が距離を詰めていった時の肘がもうすごい怖くて、いつ当たるんだろうとヒヤヒヤする試合でしたね。結構圧を感じるような、ね、はい、戦い方でございましたけれども。そうですね、はい、グリコ選手はあの距離をちょっと離してパンチが当たれば、さっきのストレートもすごい良かったので、はい、いやそれ狙っていってほしいですね。いや果敢に攻めていきました。さあこの第3ラウンド、佐藤グリコ対日畑達也。どういう選手のスタイルの選手が好きですか、はい、パンチ主体の選手だったり、蹴り主体の選手だったり、肘主体だったり、膝主体だったり、でいろんなのを出してつなげていく選手、すごい見てて楽しいですね。そうですよね、何が来るんだろう、はい、ドキドキしますよ、ラウンド3、勝負の行方はファイナルラウンドへもつれ込みます。けどなかなかそれ難しくて、そうですよね私もできないです。僕もできない。いや皆さんもすごいですけれども、またねこの30代の脂の乗った先輩方の、ね、戦いも見ていきましょう。ベテランならではですよ ね、 ねえ、結構熟練の技術が詰まっている両雄であります。おっとバランスを崩した。ミドル打っていく。グリコ選手はそこ下がりながら打ちてやっぱ力が逃げてしまうんで、はい、周りまっすぐ下がるとやっぱ弱くなってしまうんで、回りながらだった、回りながらだったり、はい、足止めた方がいいですね。うん、あ、そうそう、また距離を詰めてパンチを放っていきます。日畑右のジャブ、そして前蹴り返していきます。あとウリコローキックを打っていきます。お
前その方もパンチを集めていきます。パンチをコツコツと当てていきます。さあ組の体勢、ちょっと日畑選手疲れたかもしれないですね。少し攻撃が軽くなったかもしれない。そうですね、結構ね、はい、やっぱり第2ラウンドアグレッシブに動いてましたからね、ちょっと疲れが見えてきたか。グリコ選手はここを本当チャンスだと思って前に出ちゃった方がチャンスをもっと作れると思います。これは激しい消耗戦になりそうだ。さあ佐藤グリコか日畑達也か、組の対戦になります。佐藤グリコはなんかサウスポーが苦手という情報もあるんですけどもね、なんとかねこれを克服して栄冠をつかむことができるか。でも1回苦手意識持ったら結構難しいですよね。なんとかね今日はこのねサウスポーの日畑がそこをどう殻を破るかで、そうですね、成長さらなるね、はい、成長がこう見られるかどうかといったところでありますが、さあ果敢にラッシュを攻めていく攻めていく。日畑選手はああやって定期的にラッシュするので印象すごいいいですよね。そうですね、確かにもう果敢にこうねもう向かってるような感じがしますもんね。萌えさん、この戦いぶりはどうですか。そうですね、日畑選手がガードが下がっている時に前に出た時に、はい、そのグリコ選手のパンチが来るのが怖いですね。うん、さあ再び首相撲の体勢。さあ佐藤も力を振り絞って膝を上げていきます。コツコツと当てていきます。佐藤グリコの好きな言葉は強い者が勝つのではない、勝った者が強いのだという言葉が好きだということなんでね、勝つことができるのか。残り時間30秒。さあファイナルラウンドも残り時間30秒を切っています。日畑か、それともグリコか、いいのが入りました。グリコ選手ミドルいいですね。グリコそうですね、持ってきましたね。ミドルが当たってくるようになりました。あそこで丸くなってみないでストレートよく見てかわして、そこから攻撃とかの方がいいですね、丸くなるよりは。第3ラウンド蹴りも当たるようになってきました。さあ残り時間がもうあと少なくなってきた。勝つのはどっちだ。ここで試合終了。いやこの試合も5ラウンドで見たい試合でしたね。そうですね、もういつまでも見ていたい、そんな戦いでありました。さあ勝負は3分3ラウンド制であります。延長もありで行われているということなんですけども、さあ軍配はどちらに上がるのか。いや本当これ朝日さん、はい、この戦いはどうでしたか。お互いのでも良さがね、はい、そうです出てきた試合でもあったんですけど、一方的な試合じゃなく本当お互いのいいところが次々出てる試合なので、はい、勝敗正直分かんないですね。本当これねこうつけがたいですね。どっちが勝ってもおかしくないと思います。さあ運命の判定であります。見守りましょう。佐藤か日畑か、ジャッジナルンチョ29-28、赤佐藤。まずは佐藤一票入りました。ジャッジゲンナロ29-28、青日畑。おお割れた、割れました。ジャッジ北尻29-28、赤佐藤。以上2対1の結果をもちまして勝者赤コーナー佐藤グリコ。判定スプリットディシジョン2対1、佐藤グリコが勝利いたしました。グリコさんはあんま納得いってないみたいです、はい、ちょっとね首をかしげてましたけれども、はい、ただ久保、なんとか逃げ切ったといった感じでしょうかね。勝っても満足しないあたり、すごい好きです、僕は。やっぱこの向上心の高さがね、こう感じられますもんね。素晴らしい戦い見せてくれましたけど、どうでした、萌えさん、このタイトルマッチは。はい、グリコ選手、この前負けたのを見てたので、やっぱ勝てて嬉しい気持ちと、はい、日畑選手もすごいテクニックあったので、勉強になりました。うん、さあそして今この WMC 日本スーパーフライ級のベルトが再びこの佐藤グリコの元に戻ってまいりました。い
やハイレベルな戦いを見せてくれた両雄に拍手を送りたいと思います。 WMC 日本スーパーフライ級タイトルマッチは判定2対1のスプリットディシジョンで佐藤グリコ選手が勝利しました。日本スーパーフライ級チャンピオン佐藤グリコ。会場